篠崎さん。誰ですか、先輩にお酒を飲ませたの。じゃあね篠崎さん、もう一回。こんな先輩と二人きり痛いとこないですか。終わったらぐちゅぐちゅってしましょうね。オノマトペがなんかエロいんですけど。先輩が寝かしつけてあげます。まだ寝ません。いけません。良い子は寝る時間ですよ。いや、おかしいな。ちゃんと持ったと思ったんですけど。今来られたらとてつもなく面倒なことに。篠崎、あれっていうか二人がいない。